どうも、大塚すぐ死ぬ日本人アニメリアクター、浅野です。よろしくお願いします。今年の目標は、推しを死なせないことなので、ぜひともよろしくお願いします。さあ、今回見ていくのは、とんでもスキルで異世界放浪飯第3話、過ぎた力は料理のためにです。なんだろうね、フェルの力のことかな。なんだろう。でもなんか前回もなんか似たようなこと言ってたような気がするんだけどな。まあ、まず前回のおさらい第2話が、フェルとこう契約をね結んでっていうところで、で、あの今までねこういろいろ一緒にこういた人たちとお別れをして、自分でまあギルドの登録を行ってみたいな感じで、で、じゃあ何だったっけな、1ヶ月に1回は最低でもそのクエストっていうか依頼かを受けないとダメだよっていうのがあるから、よしじゃあこれをやってみようって言って手に取ったのが、なんか薬草を見つけるみたいなやつだったんだよね。まあだけはもうあれよね、こっちの世界にあるものも調理できるっていうのは前回で分かったから、レパートリー増えるんじゃない、まあ、お金も稼ぎながら調理器具やら食材やらいろいろ増えていってっていう感じになると思うし、これはとてもいいね楽しみなんで、もう早速見ていきたいと思います。もしこの動画良かったら高評価グッドボタン、そしてチャンネル登録コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。よろしくお願いします。大丈夫、あのね今俺ご飯食べたばっかだから、カレー食べたよ。お腹いっぱいの状態で見れば大丈夫だろう、多少は軽減されるはずだ。気合い入れていこう。よし、はい、それでは、Amazon プライムで再生していきます。3、2、1、スタート。石田、あ、そう、ねこれ今撮ってんのがね1月31日の何時ぐらい、今14時16分で夜勤なのよ今から。で、第4話が多分2月1日にあるから、入れ替わりっていうか、なんかタイミング的にはちょっとね1週間遅れみたいな感じにはなるけど、だから帰ってきて2日が休みだから、そのタイミングで第4話は開けようかなって思います。今日は何作るんだろうね、何取り寄せるかも楽しみだわ。このスライムまだ出てこんのよな。ベール本編開始。第3話、過ぎた力は料理のために。
すげえ。何よりもご飯。すげえ、めっちゃ頭いいな。すげえ。鑑定スキルってすげえ。終わっちゃった。さあ今回は豚？カゴメじゃん。カゴメだ。すげえ、うまそう。早えよ。でかはあ。ぬるぬる動く。絶対うめえじゃん。チーズか。お、違う。お前もなんか見たことあるな。絶対うまいじゃん。ツタじゃないよ。でか。面白い。あ、そう。なんだっけ。サイゼリヤでめっちゃ見るやつ。サイゼリヤ3回ぐらいしか行ったことないけど。こうなるよね。なるよね。ちっちゃい子や。うわ、すっげえいっぱいあんな。どうやって食うん？これ。入れるん？食いづらくね。ああ。豚と思えば食えるよな。はいや。激早じゃん。怖いよね。
多いよね。あら、うん、そういうことね。うん。わあ。まずは。ほう。やべえよな。高級品なんだ。よりによって。どう裁くんだろうな。でっけ。何すんだ。へえ。あ、絶対うめえじゃん。あ、絶対うめえじゃん。あ、絶対うめえじゃん。絶対うめえじゃん。絶対うめえじゃん。ピカタ絶対、俺ピカタ好きなんだよ。豚肉でピカタ。ああ、多くを想像してしまう。うちは鶏肉でやってたな。そんなうめえんだ。うまそう。うわ。うわ。
おう。ん？へえ。やっぱすごいんだな、フェンリル。いやー、どうだろう。さっき食べて昨日だけどね、朝か。なんだ。はあ。なるほど。よだれじゃね？ほら、よだれだ。すげえ。超ハイカロリーやん。絶対うまいやん。うまそう。なんだろう。ステーキ？そうなんすよ。そうなんすよ。高そう。あん。そうね。なんか光ってるよ。
バカ上がっとるやん。なんか強くなってね。すご。ああ。頭いいな。ちゃんと布団。絶対快適よ。大丈夫かな？おう。一発。すげえすげえ。多くだ。強すぎるって。ボスだ。なんだこれ、めっちゃ強そう。おい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 、規模が違いすぎる。絶対強いじゃん。わあ、わあ、そうね、毎回こんななる。すげえ。エンディングあったっけ？こんなんだったっけ？あったっけ？初めてじゃないかな。かわいい。かわいい。あ、うまそう。誰？おかわり劇場。
多分そっちじゃないよ。ほら。なんかやってる。なんだ今の。火出してた。すご。でも、あれだったね。なんかそういえばね。人間たちが食べても上がってたし、向こうの調味料を使うだけであんだけ上がっとったけんが。あ、違う。スープとかも商品そのまんまやもん。っていうことはもうほんと黒毛和牛とかこっちでも高級なやつを食べた場合とんでもないことになったりするんだな。向こうだ自体もなんか戦えるんだ。でもなんかスキルそんなんじゃなくなかったっけ。官邸となんちゃらなん官邸とネットスーパーだけだって。なんであれ使えるようになったのかな。なんだろう、わかんねえ。で、もう一回言うけど、今ね、撮り終わって1月31日の14時40分。第4話が、2月1日かな？何時からかちょっとわかんないんだけど。多分、まあ、4話が始まるまでに投稿はしてると思います。で、4話は夜勤終わってから、だっけ2月1日か2月2日に投稿してると思いますんでね、よろしくお願いします。いやーマジで2週間休んだ後に1週間実家帰ってたらズレズレになるよな。俺1月6日間しか働いてないからな。いやーまあ申し訳ない、本当に。まあでも面白かったね。いっぱいお金も稼げたし、まあその分ね、食べたっつってもまあまだ半分以上は残ってると思うから、どうだろうか、フェルがいっぱい食うかわかんねえよな。まあでも面白かったっす。わかった、今後も楽しみだね。じゃあ第4話はもう一回言うけど、夜勤終わってからになりますんでお待ちください。はい、じゃあ終わり。もしこの動画よかったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしておりますか。概要欄の方にリンク貼っておりますので、そちらのチェックもぜひ。ということで、とんでもスキルで異世界放浪飯第3話、過ぎた力は料理のためにでした。ありがとうございました。ならね。